ました、花樹海というところですね。まずここは、非常扉です。非常時以外は使用しないでくださいとのことで、まず玄関ですけど、こんなに広いです。玄関めっちゃ広い。で、ここにスリッパがありますね。スリッパ履き忘れて、ちょっと一旦ゴミはちょっとここに置かせてもらって、ルームツアーなんで、この畳用スリッパで行くっていう。あ、こっちにも部屋があるんですね。なんだこれ、クローゼットです、多分。なんか自分の洗面所、ここが洗面所ですね。一応お風呂も、割とこの熱気の入り方からすると割とちゃんと綺麗です。で、ながらケア、ただ当てるだけがあります、ここに。んで、おしゃれさせていただきまして、こっちコップとかね、冷蔵庫もありますね。水もあって、ここはなんか押し入れのための部屋があります。びっくりした。ここにで、ま、ね、なんかバスローブみたいなやつがありますね。浴衣もあるあります。で、ここはあ、これ鏡なんですね。はい。で、ここはきっとトイレでしょう。トイレです。トイレ消毒済み。で、ここが寝室ですよ。うわ、えぐいよマジで。これは、こんな感じです。めっちゃ広いっすね。広さ伝わんないな、これじゃ。でね、すごいのがね、これまあ今こういう部屋もありますけど、これですよ。外出れますと。で、外出るとなんとお風呂ついてます。お風呂ついてます。めっちゃ広い。ここだって最高でしょこれ。あそこの鏡がちょっと怖いんですけど、怖いけど自分なんで OK です。でもまあね、あれがあるんで、大浴場があるんで、ここは閉めます。きっとここのお風呂は入んないかな、多分。あとこういう、何の意味があるのかもわからない、こういうのとかで、埃かぶってますけど、こんな感じで、大豪邸を今日は用意していただきました。ベッド一つ余ってます。香川です。ベッド一つ余ってます。香川の方、ベッド一つ余ってます。ではね、大浴場行ってきます。以上、ルームツアーでございました。